今回の動画はボーイズプラネット第2話の感想について話していきたいと思います。スタークリエイターの皆さん、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ボーイズプラネットの動画は2本に分かれておりますので、前半の感想をまだ見てないよっていう方はその動画も見ていただいて、こちらの動画も見ていただけると嬉しいです。とね、ボイプラの話題の前に K-POP 界激震のニュースが入ってまいりましたね。なんと SM の筆頭株主に HYBE がなるということで、そういう情報が前の日ぐらいに出たじゃないですか、報道が。本当にと思ったら本当にそうなりましたね。これ K-POP 界どうなっていくんでしょうね。もう今すでに HYBE 一強みたいな状態にちょっとなっているとは思うんですが、それがさらにすごいことになっちゃいますよね。まあどうなるのかまだ分かんないですけどね。こう HYBE の参加に入るとかになるのかどうなんでしょうね。両注目ではありますが、まあ私 HYBE ももちろん好きですし、SM のグループも応援しているので、両方応援している身としては、まあ、SM らしさみたいなのがなくならなければいいなぁとは思っています。まあ、SM タウンに2回ぐらい行かせていただいて、あとまあイリッチルのライブとか、あと EXO とかスーパージュニアとか何組か見てるんですけど、 SM のライブってすっごいサービス精神が旺盛で、お客さんに楽しんでもらおうっていうのがすごい伝わってくるんですよね。それは演出もそうだし、セットの作りとかもそうだし、セトリとかもそうですけど、それが全面に伝わってくるライブが多くって、それって他の事務所さんのライブもいっぱい言ってるんですけど、やっぱり SM が一番強いんですよね。こうエンターテイメント性っていうのかな。それいろんなグループ行かれる方多分ねご存知じゃないかなと思うんですけれども、だからそういうね SM らしさみたいなのがなくならず、こううまくやっていけるといいなと思ったりはしますが、はい。まあボイプラとね全然関係ないじゃないんですけど、まあボーイズプラネットからデビューするグループも、まあ、K-POP なわけですから、 K-POP 界がどうなっていくかっていうことと関係はしてくるだろうなと思いますよね。各事務所がまたボーイズグループデビューさせるでしょうから、ボイプラから出るグループもどうなっていくのかとか関係してきますよね。では早速感想の方いきたいと思うんですが、スターレベルテストは K グループの勝利で、 K グループがベネフィットを獲得ということですね。で、まあまずはやっぱりおなじみのシグナルソングテストで勝つとハイライトパートが与えられるということですね。でキリングパートを担当する一人は勝利するグループのオールスターということでしたが、もうシグナルソング公開されちゃってるのでみんな結果知ってるじゃないですか。結果知ってるけど、まあ、見たくなるっていうのがねサババ番付の差がですよね。であと毎度おなじみ寮の様子もありましたね。まあ、寮の様子もやっぱりこのシリーズの醍醐味っていう感じじゃないですか。起床ミッションなかったですね。私起床ミッション来るかなと思ったけど、まあ次回とかもうちょっと先なのかな。まあ、いろんなそこでもいろんなケミがありましたけど、マシュー君と豊永拓人君のケミいいですね。もう超可愛いじゃないですか、あの二人なんか並んで寝てね。あの二人のケミこれからちょっと見れるといいな。であとはねキムジュン君の時だけ BGM が専用のやつできてますよね、明らかに。なんかちょっとドラマみたいな曲が、わかります？同じ曲流れるんですよ、キムジュン君映るだけで。であとはね、ウンギ君たちのハイプボーイも良かったですね。あ、楽しそうです。結局みんな踊るんかいみたいな。ああいうのいいですね、癒されますよね。はい。で、まあ練習風景もありましたが、ノースターのところで、ハグキマスターが熱心に教えてくださってましたよね。なんか今回はね、怖いっていうか嫌味な感じ、嫌味な感じって言ったら失礼かな。あんまりない気がする。すごい教えてくれてるなと思って、練習生たちがキラキラーンってなってたじゃないですか。もう尊敬してますって言って。キラキラーンの編集はボイプラからですよね。で、あと、オールスター組はもう、ケイタくんは歌も上手。ねえ、ちょっとびっくりしましたよね。第2話もかなり分量多かったですが、これから分量増えていきそうですよね。かなり押されてる感じしますから。で、あと、ハンユジンくんの声が出ないとかそういうのもありましたけど、まあ、先生期もあるんじゃないのかな。どうなんでしょうね。年齢的にそうですよね。まあでもまあ分量はとにかく多いですよね。でまたダンスもちょっとこうタイミングずれちゃったりとかありましたが、きっとすごい才能もあるけど、ダンス歴は浅いじゃないですか。ダンス歴浅いとやっぱ覚えるのとかすぐにはできなかったりってあるんじゃないかなと思ったりしますけどね。まあとにかく分量は多いですから、そこは変わらずっていう感じですね。で3スターのクラスが一番盛り上がってましたがね、3スターぐらいがね一番ちょうどいい。オールスターって
結局すごいプレッシャーがあるから、なんかピリピリするんですよね、いつもね。いつもで言ったら A クラスか、うん、だから B クラスぐらいがね、一番こうリラックスしてて、でも実力もあって上がっていくぞっていう感じがあって、一番雰囲気良くなりやすいですよね。だから今回も3スターのクラスめちゃくちゃ盛り上がってましたが、もうマシュー君とねハンビン君の2人の対決とかもあったり、あの2人いいですね、もう一緒にデビューしちゃおうぜっていう感じですよね。だからハンビン君はもうデビュー本当にほぼほぼ確定だとは思うので、マシュー君がねその9人に入り込めるかどうかっていうところじゃないかなと思いますが、マシュー君勝利してましたからね。まああと2スターだとイーダオル君の分量もかなり多いですよね。で、まあ、ノースターの豊永拓人くん、だから G グループの豊永拓人くんと K グループのイーダオルくんのなんかこう2人の成長っていうのもずっとこうこれからストーリーとしてやっていくのかなっていう気もしてます。豊永拓人くんも本当に分量多いですもんね。で、とにかく一生懸命練習してたじゃないですか。いやー、あれはね伸びますね。まあ実際伸びてましたしね。で、まあ、あの途中オンマに電話タイム、もう私オンマに電話タイム大好きなんですけれどもこれはもう絶対 M ネットのサバ版ではもうおなじみですよね。オンマに電話タイム見ないともうサバ版見た感じしないっていうぐらい私好きなんですが、プジュ2の時はあのユンジソンくんとかがめちゃくちゃ面白かったなっていう記憶があって、あの電話タイムで跳ねる子もいますからね。で、まあ、シグナルソングテストということでしたけれども、今回はマスターの前で直接披露するって初めてじゃないですか。あのいつもビデオ審査でしたよね。2グループのうち累積スターが多い方がシグナルソングのハイライトを担当するということでしたが、まあ、ミンギュくんすっごい頑張ってましたね。あの廊下で一人で練習したりとか、あの上手い子に上手に聞く人ってすごい成長するっていうのはなんかサバ版の鉄板な気がしますね。なんか日プの時とかも F クラスの誰かが木村くん呼んできて教えてもらってた気がします。なんかそれでちょっとこうぐんと伸びたみたいな下りがあったかなと思うんですけれども、で、あとドハくん、いやー頑張ってたんですけどね、ノースターでしたね。あの落ち込んでる時に来ましたよ、もうハンビンくんが。しかもこうパーってハグするんじゃなくてハグしてくれるって声かけるっていうね、なんかちょっとそれがいいじゃないですか。いやーすごいですね。もうビジュアルもいいし歌もダンスもできるし性格もいいっていうことで、もう今のところほんと最強ですよね。ちょっととこうユーモアもあるじゃないですか。ただただこう真面目っていう感じでもないし愛嬌もあるし、いやーアイドルに向いてますね。で、タクトくんがワンスターになりましたね。豊永タクトくん、はい、まあ、先生たちにも可愛がられてるなと思うし、練習生の中でもすごい可愛がられてるなっていう感じがするので、それはこう見ててほっとしますよね。あの年齢でこの過酷なサバ版に日本から参加してるって思うとちょっといろいろ心配になっちゃうじゃないですか。だけどこうみんなが可愛がってるんだなっていうのが分かると安心ですよね。キムジウム君のパフォーマンス、あのヨンジュン先生がちょっとトゥーマッチなところあるんだよなみたいなところを言ってたじゃないですか。なんか分かる気がすると思って、はい。でもまあしっかり実力もあるから、まあ3スターではありましたけど、そういうちょっとこう面白いところをいじるみたいな方がいい気がしますよね。キムジウム君はね、あんなにビジュアルかっこいいのにちょっと面白いみたいな方がなんかいろんな人に好かれそうな気がしますよね。で、ゴヌク君、いや、ゴヌク君動きがダイナミックですよね。ほんとパワーありますね。体格もいいとは思うんですけど、動きがほんとすごいな。でもまあ3スターで保留っていうよくわからない謎の評価でしたけど、なんだだったらもうオールスターでもいいじゃんって思っちゃいますけどね。で、まあもうソン・ハンビン君のパフォーマンスももう完璧でしたね。なんとスターをポケットに入れて用意してましたよ。もうスターレベルテストの時も途中でハートかなんか入れましたよね。だからね、ハンビン君ほんとすごいんですよ。抜けてるところが今のところないですよね。今のところ全部完璧でしたから、いやーちょっとね、絶対的エース感がさらに強まりましたね。このシグナルソングテストでもハンビン君のもう相方と呼んでいいでしょう。マシュー君も、はい、あのボーカルもうまいって褒められてましたが、ちょっとあれかな、ダンスの面で、まあ、3スターになりましたけれども、フイ君はダンスが上手ではないと言われてしまいましたが、すっごい頑張ってましたよね。もうあのキャリアであの年齢で周りに聞くって本当プライド捨てないとできないことだと思うんですけど、すごいですよね。まあ出るっていう覚悟を決めてる人はもうみんなに聞いたりとかもできるんだろうなとは思うんですけど、うん、でもまあ評価は3スターでしたね。ちょっとまあふいくんは基本まあ厳しめに評価はされるでしょうね。まあプロですからね、うん、まあそれはしょうがないかなと思います。で、ジャンハオくんの安定感、ジャンハオ
くんすごいですよね。ハンビンくんとやっぱ同じぐらいの安定感あるなと思っていて、こうリーダーシップもあるし、その聡明さみたいなのも垣間見えるじゃないですか。でジャンハオくんにも愛嬌が加わったら、もうねハンビンくんとのツートップになる可能性あるなっていう感じはしてます。であとまあジェイくんとケイタくんのケミね、いやー、ケイタくんが教えてくれましたということでしたね。ジェイくん私ね、ダンス苦手なように見えてなかったですね。スターレベルテストの時すごいね、上手いように見えてたんですけど苦手だったんですね。ケイタくんもね、内面も素晴らしいということで、いやーちょっと来週の順位楽しみですよね。上がってるんじゃないかなっていう気がしますね。で、まあ、ハンユジンくんはちょっと体調崩してるということで、うまくいかなかったんじゃないかなみたいなところで次回へっていうことでしたけれども、サババン来たねっていう感じで面白くなってきましたね。で、なんと、もう次回はミニョンさんが登場します。待ってました。ほんと待たされたわ。もう1話から出ると思ってたのに、こんなに待たされるとはっていう感じですけれども、やっと来週見れますね。で、上位の人からチームメイトを選んでいくやつかな、あれは。はい、アベンジャーズが必ずできちゃうやつですよね。アジュナイスとかブラックピンクやるのかなっていう感じの予告でしたが、私はもうスポ情報は見ないようにしております。放送を楽しみにしたいと思います。で、第3話も楽しみですね。これからもボーイズプラネット応援していきますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Oh!